はい、皆さん、まいどまいどー。はい、動画の方はね、パーマもじき巻き終わるね。お兄さん遅いね、出勤がね。はい、コメント返しね、ナナミン先生ね。お疲れ様です。ほんと、美容業は日々勉強ですね。勉強中かさ、あの、一個二個パターンを覚えただけじゃダメだから、なんか勉強っていう感じだよね。千パターン、一万パターン、ね。それこそさ、来たお客様全員やり方が違うっていうの同じお客様でもね、 今回、次回、その次来た時とね、やり方が微妙に違ってたりね、前回の不具合の修正、ただ単に長いだけだったら綺麗いけどね、長いんだか短いんだか重いんだか厚いんだかね、それ、どうしていいんだかね。礼先生みたいな髪の毛、髪の息じゃないって髪の息だったらお客さんさ、満員御礼だよ。いつも疑問を持って研究してますもんね。これね、だからね、うまくできねえから研究してんのよ。七味先生。 私は下手なので、いろんな方の動画を見てます。いいんだよ、下手で。うぬぼれちゃったらもうね、研究する心がなくなっちゃうもんね。でも、美容の仕事ってさ、どこまでやってもね、自分の仕事ってのは気に入らないよね。もっと良くなんじゃねえか、もっと良くなんじゃねえかってね。お習字でも、ほら、皇室でも、字でも何でもそうだけど、自分で書いた字ってさ、永遠に気に入らないじゃない美容業もそんな感じだよね。私の店には、若い男性もいらっしゃるので、ジャニーズ、 エグザイル系の髪型気にしています。女性にとってかっこいい頭って意外と難しいんじゃないかな。可愛い頭っていうのはもう本能でね、チャラチャラと作ってくれるかもしんないけど、男性に可愛い頭ってのはねえかね男性の頭の作り方の感じとしては直角平行まっすぐ柔らかい線を求めるとオカマっぽくなるよね。まあ、そんな感じじゃねえかなと思うんだよね。だからそれ女性がわかるかなって感じだよね。持って生まれた本能みたいになるからね。 男性がほら、可愛い頭わかんねえのと一緒でね。女性の美容師さんがね、推しのある頭っつの男のね。推しが効く頭推しっていうのはほら、怖さとかさ。自分も、やっぱりそういう頭ってあんま苦手だよね。推しが効くような頭っつうのはね、どうしてもおっさん頭になっちゃうよね。うちに来るおっさんたちはやっぱり一部上場企業の会社とか銀行員さんとかね。あんまり推しのある頭ってのは求めてないからみんなね。普通の頭いや、うちも確かに乃木坂ずっと見てる最近はね。 で、のぎざが見てね、感じたのはね、ショートのボブ肩より上のボブの切り方、意外と毛先、吸いちゃあんのか吸いてねえのかわかんないけど、比較的重めに切ってるね。んで、肩に当たり出すとシャギが入り出すとの、毛先に。で、表面のレイヤーはあまり入れてないね。やっぱりボブの重いまんまのシャギだね。大雑把に分けるとそんな感じかな。細かく分けたらもっと分離できるんだろうけどね、あれ、かけてるのかかけてねえのかわかんないね、パーマね。 パーマをかけて、まあ、ストレートにして出てくんかね内巻きにしてね。よくわかんねえだ芸能人はね。パーマ正直苦手です。心配ないっすよ。自分も苦手だった。<laughs> そのうちうまくなるって。<laughs> はい、お疲れ様でした。